校1年生の時から花粉症のサーティーと中堅花粉症サラリーマンのコウヘイと最近発症したひろゆかです。いや俺も1年生の半分花粉症と共に過ごしてますから。そんな今日の企画花見ゾーン。YouTube だと花粉症いかに抑えるかみたいな、そんなのがよく見受けられるんですけど、半生を花粉症と共に過ごしてる俺から言わせてもらうと、収まんねえと。そんなんでそんななんか思い浮かびました。花粉症を楽しみてえと、一日中鼻水チュル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 、ティッシュないとかもう最悪ここら辺でこう拭うでしょ。いや違う違う、そうね、こう拭ったりここでこう人いないところ、いや、ね、鼻水チュルチュルので、俺らはだからこそできる企画。はいはいはい、あ、はい、一人一箱ティッシュのボックスがあるんで、今から3時間以内に誰が一番鼻水出してこれるかっていう戦いをしようと。おのおのの技を使ってね。そうっす、まあ、俺ベテランなんで、まあ、俺が多分勝っちゃうんだろうけど、ここはねしっかりと競っていただいて。いや俺もねちょっとね勝てる理由があるんですよ。何何何、そう、あ、まあここじゃ言わないけど、ここじゃ言わないけど、まあ、ちゃんと用意してきた。後ほど秘策があるってことで、ここで缶のティッシュをこのボックスの中に溜めてきてもらって、誰が一番鼻水出せたかっていう、この中にある鼻水の量で競うかなと。はいはい、各々の方法で鼻水を集めていきましょう。はい、花粉症楽しむぞ。ブーンブーン。ちょっと今チリチリになろうとしたとこなんですけど、もう鼻水我慢できなくて、ここで一発目ちょっとみんなで噛もうかなって。じゃあ鼻発がみしましょう。鼻水出ちゃう。取れてない。ちょっと今さ鼻かんだのに取れてない。ちょっとごめん。いやもう一回鼻かむ、まだ出るな。一旦ちょっとストックしないとね。鼻ストック、鼻水ストック、鼻水ストック。ちょっと俺が出るわ。まだ悪いな、先一歩先に行かしてもらうぜ。いいよ。順調に貯めていって、一旦解散。はいはい、ブンブン。一瞬家に帰ってきたんですけど、確か花粉症ってトマトが良くないっていう風に聞いたことがあるんですよ。だから今からこのトマトを一気に食べて、外に出たらギャンギャンに花粉症の症状が出て鼻水出せるんじゃないかと。いただきます。うめえ。トマト。バイクです。花粉症の時期のねバイクはね死に値するとね言われていますが、このバイクでたっぷりの花粉を浴びて鼻水促進させてやろうかなと思います。徒歩で受けられる花粉の量なんてねたかが知れてるんで、空中にある花粉全部受けてやろうっていう作戦でございます。鼻水はやばい。鼻は噛みやすいようにリュックは前に背負います。私はどこにいるでしょうか。多分彼らは攻めの姿勢なんで、花粉がたくさん来る場所を探しに行ったと思うんですが、僕はですね戦略的に行こうと思いまして、花粉が集まる場所に来ています。ビルの屋上なんですよね。ここめっちゃ風が強いんですけど、ここで向かってくる花粉をひたすら吸い込んでいきたいと思います。ということで、あの解散したんですけど、でみんなには言ってなかったんですけど、なんと僕めちゃくちゃその鼻水に対してポテンシャルが高くて、花粉症と中耳炎の二刀流なんですよ僕。だからこの勝負ちょっともらったみたいなもんだと思って挑んでるところです。歩き始めたんですけど、腹が減っては鼻水出ぬとも言いますから、一回ご飯食べに行こうと思います。蒙古タンメン中本さんにやってきてまいりました。こちらです。よいしょー、ラストでーす。完食会員してきて、トイレにちょっと駆け込んだんですけど、それとは行こうと思います。もう汗だらだらなんですけど、たくさん出たんじゃないでしょうか。蒙古タンメン中本さすがですね。それでは次行こうと思います。鼻水もそんな出ない、なんでだ。ただただ目がかゆいわ。それがあの有名な玉川です。鼻はめっちゃ詰まってる。頑張って花粉を集めてるのでしょうが、僕は待ち構えてるだけのスタンスなんで、もう余裕ですね。勝ちパターンです。なんならコーヒーブレイク中なので。
辛い。さあやってまいりました、こちら目黒川ですね。花粉の聖地といいますか、まあ、東京都で花粉といったらここしかないですからね。ラスト1時間しっかり吸い込んでいこうと思います。横浜市、今横浜市、やべ横浜来ちゃったわ。すぐ戻ります。後編の家にめっちゃ来ちゃったやん。ちょっとハプニングなんですよね。鼻かみすぎてね、鼻血が出てきた。いろんなところを回ってきたんだけど、肌の調子がめちゃくちゃいい。今取れてる鼻水の量が、まあ、こんな感じなのね。多分みんなもっと取れてると思うから、どうしようかなと思って苦肉の策だけど、これ思いついたの。ウィダーインゼリー。ウィダーインゼリー、これを一回鼻に入れて鼻を噛んで出てきたもの、それは鼻水なんです。そう。いっぱい鼻水出たわ。一回出したやつをさ見せていきたいなと思うんだけど、それっぽいのよ。ほら見て、俺の勝利は確定と。それではもうすぐ時間なんで、みんなの元へ戻りたいと思います。鼻が詰まってるんですよ。こんな時どうしようかなっていうことで、ドーピングかけようかなと思います。ラーメン食ったら鼻水出るっしょ。みんな結構うまかったっすね。鼻水もね、なかなか収穫できたんで、急いで帰らなきゃ。もうめっちゃ暗くなっちゃった、やばい、寒すぎる。よいしょー、どうもー。目が赤い、目赤い。俺らはね、それぞれが何してたか知らないわけですよ。じゃあ潤太から。いや俺からいい、うん、俺は何4時間くらいずっと歩いてた。マジよ。目黒川、目黒川。桜とかの咲くシーズンじゃないですか。そうで、それで、ね、それを期待して行ったんだけど、もう桜の木丸裸で花粉飛んでんだみたいな。え、違うんですか。木があるところ、花があるところの近くに行ったら、あの花粉で飛んでる。ダメだ、これ使うな。花粉症と中耳炎だわ。でも、花粉症と中耳炎の自動流なの。だから何、中耳炎の鼻水関係ある。え、中耳炎の耳じゃん。蓄膿症。あ、そう。あ、もう一回やります。いいよいいよいいよ。花粉症。ちょっとごめん、鼻水ちょっと追加していい。え、ダメだよ。いや、ちょっともうかわいやな。すげえ出たじゃん。それはダメ、それはダメ。追加させてくれ。うん、つれ、あの、ほんと帰ってきて落ち着いてからがつらい。追加しちゃダメ。え、もったいない。ザイさん、公平は。とりあえずね、花粉症とはなんぞや、間違えてる人にはもう負けないとして。みんなこう自ら動いて花粉がありそうな場所に行くって思うじゃないですか。そりゃそうでしょ。僕は花粉がやってくる場所にいたんですよね。頭の使い方です、頭の使い方。今日ずっとメシメの気分だった。それでは結果発表いきます。まず潤太から。まあ鼻水王は俺だということで行かしてもらいます。1、2、3、4。なんか鼻水すごい黄色になってんだけど。くさ、臭いの。そうなんだよね、臭いの。ね、ほんのりね、なんかね、香ってくる。20、21でぴったり 50g じゃない。おお、 50g 引く 21g。 潤太の記録 29g の鼻水を出しました。はい、戻してください。あ、そんな出るのね。それ強いな。ね。じゃあ次、公平。はい。2、3。オッケー。きたね。これ人の見るとやばいね。いや、色付きやばい。なんでそんな黄色い鼻水出るの。
噛みすぎてね、ちょっと鼻血が出てきた。17、重さ、え、軽くない？25、花粉の時期ですけど、花粉にね、負けずに花粉を楽しんで花粉ライフをね、送っていきましょう。花粉ライフ。次回は秋花粉でお会いしましょう。さよなら。やるんだ。寒いですか？寒いし、目かゆいし、くしゃみもやばいし、やばい、ほんとやばい。動画回ってないから、今本編じゃないから、ストーリーかなんかだから。これサブカット、サブカット。